旧石川市庁舎石川市は、かつて沖縄県に存在していた市。2005年4月1日に、牛川市中上軍活連町、道具に与那城区長と合併し、うるま市となったため消滅した。市役所は石崎に置かれ、合併後は、うるま市石川庁舎となった。南北に長く伸びる沖縄本島のほぼ中間、最もくびれた部分に位置し、 交通の要衝を占めている。東は、金湾に面し、南東は、串川市、南に、沖縄市、西には、女村、北には、近町の各市町村が隣接していた。明治以前、石川市地区には、石川村、伊波村、カデカル村、そ南,南村、東女村、山城村の6つの村があった。この石川6村は、当初越、栗節に属していたが、 後に新設された、三里関節に編入された。突起なき場合、日本の歴代市長、市政志向100年の歩みなどによる。出身は、現在の亡き神村。終戦当時の石川の様子を、数え歌町に歌った、新民謡、石川古歌の作者として知られる。合併後、旧市域の住所は、石川市から旧市名の石川が頭につき、 うるま市、石川となった。ただし地石川は、うるま市、石川となった。また、石川と、各町名、または、集落名の間には、字はつかない。道路路線バスかつては、那覇から沖縄本島中部各地方面の中距離バスはここ、石川が終点だったのが多く、琉球バスや那覇交通を中心に、本数も多かった。また一部は、 女村方面の路線もあった。石川市内の需要の面から路線を短縮し、石川市内から相次いで撤退。1980年代には琉球バスがバスターミナルを串川に移転したのに続き、1990年代には那覇交通が本数を縮小させ営業所を沖縄市千葉内へ移転し、1998年に完全撤退した。その後、 琉球バスは、那覇交通が撤退した路線を利用者確保のため、沖縄自動車道経由の石川線や、ジャ町方面の石川茶タ線を新設した。現在は、旧市域には、琉球バス交通と沖縄バスが運行しており、琉球バス交通は専用駐車場がある。また、沖縄自動車道経由の高速バスや、空港リムジンバスも運行されている。現在ある主要施設かつてあった。 主要施設、ありがとうございます。